皆さんこんにちは。日曜日がお忙しい中お集まりいただいてありがとうございます。私ここで、フリースクール未来っていうのをやっている阿部と申します。今回、縁があって、私たち今ね、川中島と、篠ノ井と松代とあと須坂との4カ所でフリースクールをやってまして、実はね、この前長野県が日本で初めてフリースクールを公に認める県が承認するっていうのが今年この先月の7月から承認がスタートしました。なんとうちその第1号を取ったんです。そんな、いろんな仲間たちとともにフリースクールとフリースクールだけじゃなくて通信制高校とか、学習塾なんかもやってまして、たくさんの子どもたちをハッピーにしたいって思いでやってます。はい、今日うちの生徒も来てるしね。で今日は、ご縁があって、うちの実は松代校、この後挨拶してもらいますけど、松代校の島田は実は4年前にちょっと難病を発症して今車椅子で生活をしてるんですよ。そういった関係で障害ってものにとっても興味があって、いろんな障害について調べてる人なんです。そんな中で今回のこの映画の存在を知って、 ADHD に関する映画っていうのができたっていうのを知って、すごいんですよ島田。直接ね、監督、後で紹介しますから監督に直接メールしたの、いきなり。そしたら監督から、じゃあこちらで上映会やりましょうって話がまとまったらしくて、なんと長野県今日初上映なんです。なんか初物作りね。そんな一番第1回目の上映会に、こんな皆さんに来ていただいてありがとうございます。でその後監督との楽しいトークショーもありますので、いろいろ聞きたいことを考えてみたらね。はい、じゃあ島田にバトンタッチします。はい、はい、松代校の島田実と申します。よろしくお願いします。監督への質問っていうのがあるので、でこれにまあ映画終わってからでもいいので書いていただいて、ちょっと集めたんです。それを、北監督に、質問したいと思いますので、ぜひ書いて出してください。皆さん、知っているんですけどなかなかわからない、でなかなかその人の気持ちになれないっていうところがあります。その辺が非常に今回の映画ね、見ていただいて感じてもらっていただければいいなというふうに思います。私にはそれだけです。お願いします。監督をご紹介します。いいね、監督、北総之助監督。本日は皆様、たくさんの方にいらっしゃいいただきまして誠にありがとうございます。映画ノルマル17歳、私たちは ADHD の監督プロデューサーの北総之助と申します。よろしくお願いいたします。はい、今回の作品、一般の映画館でもやってるんですけども、今回を長野県が全国で初の一応実施上映、第1回目ということですね。記念すべき第1回に来てこんな満席になると思わなかったので、本当にありがとうございます。ご覧になっていただいて、その後いろいろ、フランクな形でお話できたらなと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。の視線で、描いてみようと思って、青春映画として、企画を募集したんですね、全国に対
対して、僕のそういう、まあ、脚本を書きたい人とか映画を作りたい人で、その中で、まあ、ほとんどその恋愛映画とか、まあ、似たようなそういう、まあ、期待につかなかったんですけど、まあ、そういうテーマだったのが、一つだけその発達障害の女の子、女子高生2人が、見知らぬ2人が、まあ、公園で出会うっていう、そこから始まる物語を作りたいっていう、まあ、短い企画を大阪の、まあ、神田理恵さんという、まあ、当時、10代で21歳ぐらいですかね、が来たので、私もそのいろいろちょっと、もうその前に、まあ、うつ病を患っていた時とかがあって、そう、ね、精神的に。まあこう、あまり良くない時期があったりして、まあ、結構その自分の作品の中でもそういう精神的なものを扱うものが多かったので、これはその あとその私自身もその監督としてその俳優の指導をしてるんですけども、その演技トレーニングとかそういうものをする場で、やっぱり20年ぐらい前から、ちょっと物忘れが激しいとか遅刻が多いとか、まあ、そういう人たちが多くて、で悪気もなくやっぱそういうことしてしまう子たちが出てきていて、でやっぱりそのある人はその仕事で、まあ、ちょっとトラブルを起こしたりとか、まあ、そういったこともあって、でその子よりも実はちょっとその、親御さんがあんまりよろしくなかった、その例えばもしかしたらあなたあのちょっと診断、カウンセリング行った方がいいんじゃないのってところは、まあ、親御さんから電話かかってきて、まあ、そういうことを本人に言わないでくれみたいなことを言われたことがあったんですよ。まあ、それは 2パターンぐらいあったんですけども、ちょっとこれはその、と、まあ、その、お子さん、彼女、彼らよりは、むしろちょっと、親御さんの方が問題あるんじゃないかなっていう、まあ、ちょっとそういう経験もあり。で、子供と大人と、まあ、両方の面からやっぱり、生き方を描いていくものを作りたいっていうのがあって、でそれでその神田さんの企画が出た時に、あ、ちょっとこれは、今までの私のそういう経験からこう描いてみようと思って作り出したのがまた第3年ぐらい前です。ニックネームサッチーさん、ありがとうございます。とても素晴らしい映画をありがとうございました。私も、日々ADHD の子供たちと過ごしています。周りの大人の言葉がけがとても大事だと思っています。適切な言葉、逆に NG な言葉がけや態度など詳しく教えていただけると嬉しいです。映画からヒントをいただけるのが何かありますか。NG の言葉ではないよ、なかなかそういうこれが多分その ADHD の子でもやっぱり10人といろで、それぞれでも100人いたらもね、100人全部違うので、多分まず相手のことをどれだけ理解してあげられますかってところで、多分言葉も、あ、この子にはこういうこと言っちゃいけないんだなとかっていうのは出てくるんじゃないかなと思う。それが例えば強くても、例えば強かったとしてもその子のためになって、もしかしたらその子はそれを感じてくれるかもしれないですね。そのちゃんと自分の真意が伝わる、うん、スタンスの取り方かなと、うん、だからあまりこう表面上の言葉っていう、あ、表面上の言葉よりもそれはしっかり理解してあげると、そう。はい、こんにちは、長野インターネット通訳と申します。こんにちは。どうもこんにちは。映画監督の北総之助と申します。よろしくお願いします。今日は長野県はここ川中島駅前ですね、で来ております。今ある映画の上映会が終わりました。そこの監督をされてます北さんに来ていただきました。タイトルはまず何ていうタイトルでしょうか。はい、ノルマル17歳、私たちは ADHD っていう映画になります。この映画はですね、発達障害の一つの ADHD をテーマとした映画でして、まあ、ADHD の女子高生、全く見知らぬ女子高生2人が出会うことによって、今までのその彼女たちの生きづらさが、
まあ明らかになって、相談することによって、まあ、いろいろお話を重ねる中、自分たちの生き方をこう見出していくっていうような、まあ、そういう青春映画になってます。あのテーマとしてはすごく精神障害を扱っているので、まあ、重いテーマなんですけれども、もう全体的には女の子2人の青春映画ですので、どなたでも楽しんで見ていただける、まあ、映画になってます。こういう障害について撮ってみようと思った理由は何だったんですか？そうですね、あの私自身の人生の中でも、まあ、ちょっとそういう精神的にあのマイナスだった時期があった時に、うん、まあ、たまたまそのちょっと、自分の人生をこうやり直してみるっていうことも含めて、うん、若い人が今どういうふうに生きているのかっていうのに興味を持ってその企画を募集したんです。でその時に、まあ、今回の脚本のメインを書いていただいた神田凛さんという若い、はい、女性の方がこういう映画を作りたいっていう風な企画があって、でそれで自分もやっぱりそういう精神的なあの問題にいろんなものを対処してきた経験があって、いやじゃあこの発達障害の ADHD をテーマにした映画を作ろうという風に思いました。まあ、今日の、トークの中に、トークショーの中に、今後の10年後の出演者ですよね、出演者の伊藤と、ジュリーでしたっけさんの10年後どうなってるかっていうのをぜひ描いてほしいっていう希望がありましたけど、はい、それはどうでしょうか？これはですね、このジュリーと伊藤のこの2人の将来は映画化はしないと決めてるんですね。それはその、まあ、やろうとすればできるんですけども、はい、でもそれは見た方のそれぞれの中でジュリと伊藤がどういうふうになっていくかっていうのを自分の中で想像しながら考えていってほしいなとは思いますね。発達障害の方々を取り巻く問題っていうのはその周りの問題でもあるので、それが今回のそのジュリと伊藤のこの物語になって出てきているので、これをこうどう解決していくかっていうのはそのやっぱり見た方がこれからどうしていくかっていうこと、うんうんにかかっているかなと思いますね。最後に北さんとしては今後どのような映画を作っていきたいと思ってるんでしょうか？はい、今回はまあ青春映画なんですけども、はい、僕はいろんなジャンルの映画を撮ってまして、基本的にはエンターテインメントをベースにした映画を撮ることを基本にしてるんですね。なるほど。なのでそのエンターテインメントで、まあ、本当に映画として楽しみながらでも人間がこういかにして美しく生きていくか、こう生きたらやっぱりかっこいいんじゃないかとか、美しく生きられるんじゃないかっていうのを映画の中で描いていきたいなと思ってます。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。